えい。あ、というわけで、まあさ、得意の女、うん、何事も、あれ、サブです。わかんねえね。さあ、やっぱ、滋賀県に圧力かけたんじゃん。やっぱりじゃん。圧力かけたの知ってます。まあ、もうあそこね、ロックダウンしようかて。第1号、第2号にしようかて。日本国内の地域の、な、どういったらいいね、閉鎖の可能の容認に関する法律ちょっと作ろうかなと思ってる。ちょっと作ろうかなね。だって申し訳ないね、杉本さんたち。申し訳ないね。そう、ちょっと福井県東西に分割するから、ね、ちょっと、ね、地域主権ちょっと500近かった藩を復活させるにはちょっと分割せざるを得ない。ちょっと全然足りないよ。分かりました。それとね、今日急あのおっちゃんに会った。さあ、合併したとね。さあ、おった。もう間違えてたよ。さあ、私ね、市町村長合併特例法とか、ちょっと地方の事情もあります。さあ、ちょっと独立認めようかなと思ってるわよ。さあ、安土の皆さん、独立したいんでしょ。まあ、自立ね。でもね、これで、そう、大宮八幡と対等で、そう、大宮八幡自治権っていう、大宮八幡のユーゴスラビア作った。さあ、これでいいんじゃん、ユーゴスラビアね。ユーゴスラビア作ったら、ああ、これでいいと思うわ、対等の感じで。もちろん安土城の旧議体も復活させられる可能ね。ああ、これでいいんや。残念だけどね、昨日と問題発覚。さあ、ちょっと鎖国法という、通称鎖国法ね、これに基づいて、さあ、解体しようがね、ちょっと閉鎖しようがね。さあ、ここにいる住民はもう旧長浜ね、そう、自由にね、なんで、なん住宅建設、ああ、昨日の面積、受け入れ体制したいよ、毎日閉鎖とかね、ちょっと閉鎖しようかって検討したんです。さあ、なかなかしつこかったよ、こいつら。俺の知的財産登録してた方が、さあ、最初圧力上げるためでしょ、国の皆さん。さあ、ええんや、毎日原発事故があったら、もう自衛隊に出動せざるを得ないからな、除染活動とし、でも、昨日と全域、駐留センターね。逆に言うと、候補の脱原発関係じゃないですか。さあ、あなたたちは大丈夫やん。さあ、俺は関電とかにはさ、地下防空壕を作れて、これ前提で、なんか、容易に認めたんやけどな。こういうことだ。多分、もう原発は全廃するわ。福井の、すまないね。ちょっと原発は全廃させる。まあ、ね、すでに我々さんもね、ゴジラの味方原発周辺みたいな、解体する方針決めたのか。ああ、だって電磁連を取り消した。取り消したよ。あ、残念やろね。現実世界にもやるわ。ちょっと革命政府を作って、ちょっと人気統制がある。ああ、何十名会さんはね、新口長官が兼務中のね、各人、軍民の各事業のね、統制担当、特命長官。これは、X 製品の X 製統制官と、ゴジラの金融業の未来会議の統制官、これを作りました。そう、これよかったよ。そう、原発はもちろんだする。あと核兵器禁止条約、申し訳ないけど私も加盟は無理。まあ、核世界なんだけど、そう、電磁連と競合してたから、そう、この人たちね、全然原発反対しない。そう、反対しない。ちょっとおかしいなと思って、さあ、この前のね、なぜか入院診療会ばっかりなんです。さあ、クライスアクターです。さあ、やっぱりやめよう。さあ、それと俺の不正アクセス、リーダー漏らしてるよ。さあ、日本全土漏れてるよ。自民党の情報ね、漏れてるよ。さあ、もう惨敗して、やっぱ強行採決ね、あれやりすぎやね。今日はちょっと大宮島になるんで、さあ、どうしに行こうかなと思って、いっぺん見てみたいね。そこやったら多分2000円ぐらいなんですよね、大宮。まあ、どうしに行こうかなと思って、まあ、現地たまたま暇やったら出てくる。まあ、私はね、明日はね、まあ、市場はその東北に、初上陸場で、そう、東北に。それ知ってたらさ、もう漏れてるんや、もう漏れてるんや、もう知ってる。さあ、本物のプリキュアだね。さあ、船員ね、70名近いです。
生を公認テロリストやから、さこいつ耳が悪いけど、そういう耳栓つけてるのさ、別にやらせてもなんでもない、さ耳が悪かったよこいつ、分かった耳が悪いよこいつ、今日左手持ってる間違いない義手やん、あいつ左手義手なんや、義手両左耳義手やん、さ義手やん、さ左手多分ないんや、まあ時期でしょ、こいつ日本政府公認テロリストやん、さ大ボケやねん、まあ大津か草津かどっかにこうちょっと様子見に来たんやん、な吉村さんだね関西広域でもうなんだってな、不良言ってますよ、最後は見がすそういうことやな、もう分からんねんね、そういうことやな、もう残念だけど私もねあんまり交渉してない、そう、21世紀版のロシア皇太子で襲撃ミス暗殺未遂事件で、そう、たまたま大津に来てたんや、2019年の12月そう、まあ、就任以来ね、初めて訪問して、別にね、視察に来たんや、そう、京都駅経由の新幹線視察したんや、そう、そうしたんや、一応三重方面にも行く予定だったね、そう、草津線経由のな予定やったんやけど、でも俺で襲ってきた、そう、包丁持ったらね、ところが俺が合気道と空手でぶっ飛ばした、あ、蹴り飛ばしてん、ぶっ飛ばしまってん、ぶっ飛ばしまってん、あのね、護衛中のね、日本や吉江軍の隊員たちが、うん、押さえてん、早く通報せよ、ね、みたいな、いったんよ、かっつるんと、持ってるのか、大事になってもな、これで身が、あ、調べたらさ、極右団体とか、とんでもない、ああ関東連合の連中やった、なんでここにいるんだ関東連合の、なんで区民がなんでここにいるんだってさ、区民がなんでここにいるんだって、ああ地元の治安仕事局からさ、いろいろ、それこそ保安が来たんや、日本版の FB、 アメリカに日本連邦保安独立機関、まあ当たり前連邦に関わるよね、まあもちろん通り、まあ私服の警察官、まあ私服会社に関してね、ああいうビジネスに就きたいのはね、来たんやジャンパー着てね、保安って書いてあるね、ジャンパー着てな、まあポリスじゃんって、ここはねインターナルセキュリティって言うの、セキュリティこれが内務省ね、うん、最高警察庁と警察庁ね解体しましょう、これになったよ、一本化したよ、そう、振り返化してみたよ、これもごといけんね、捜査官が来ました、階級はね、上限を住所にちょっと減らしちゃうよ、みたいな、現地の、その捜査官がね、もうまだ数十年でさ、この氷たたるじゃん、ここで調べたら、どれぐらい大捜査官が調べたらさ、11の連中ですよ、出身が11人ですよ、何年前東京都23区の連中やな、なんで関東連合だ、わかりますね、なんで関東連合だ、区民がここにいるんだろうな、問い詰めたらさ、白状したんやん、自学教養で白状したんやんか、まあ、あのね、もうあの、まだ俺の時も検察ね、東京地検が、ね、カメラで、あれも導入したんやん、調べたよ、取り調べたよ、本当なの、あれが事実やったのか、犯罪じゃなくて、今日は、今日は、今日は、探したの、ああ、芸能事務所の音楽事務所の連中がやったのか、ああ、報告してさあ、白状しましたよ、これを、定常に、今、取り調べしたら、すぐに行くと、とんでもないよ、つまんないよ。
登場されてる。もうこの電車が登場しちゃうよ。気をつけてね。あまり気をつけてね。ね、今回はちょっとね、飲めがない。衆議会の演技と教授演説に行ったよね。もう見たよ、ね、いい人も。先ほど大阪に行くんですよ。南海岸に行って、試験に行って、もう見たよ、ね。あらら、そういうことね。ちなみに日本維新の会、連邦最高会議で衆独ね、まあ、参議院が各国立議席が大事なのだろうね。まあ、もう任期は4年一緒にしました。同じでよかったよ。解散はもう議会で決めてくれ。これいいんや、これもういいんや、解散は自分たちで任せて。それとは、だから、かまわって言ったよ、アメリカ人の関数改正。自分たちで決めてくれる議会。これは連邦最高会議設置の小説を基づいて決めてる国会法みたいな。そういうことね。ただ自民党の現実世界の自民党公明党のあの強行さん、あれは持ってるのかな。なぜかまらないのは、この選挙期間に総選挙の間違いになってきたら、ね、記事は載せないことは危ないって言われた。あ、俺が芸能界やっぱ白状したから不正選挙で、ね、この前のあとね、不正選挙罪で導入せない慶応にね、ちょっとこれはもう死刑適用せざるね、死刑か懲役、まあ軽くても終身刑ね、導入しようかと思ってた、導入せざるを無期懲役って、だから禁錮ね、禁錮20年ぐらいにしようかって、禁錮刑でいいわ、もう、あんまり良くないですか、禁錮刑でいいって、懲役刑はいいわ、こんな反省して、岸田も無理やからね、もうそこへおとなしくしたら、独房で。20年近く、独房に反省だろ、ここで。ね、そういうことね。この後、こいつなんなの、まあ、再び大津で事件起こしてびっくりやな、ね、ほんとに。俺、身勝手だけど、対立してね、ちょっと対立し始めたよ。ね、旧大津のね、対立し始めたね、こう、立党とかね、対立し始めたね。俺ね、大宮島の事件、じゃあね、知事がさ、言ったんやな、もうあれも抑え込んでるよ、安土と一緒に、言ったんや、東島。メンツたちもその、抑え込んでるから全然、なったんや、ちょ、わざわざ仲間がね、これ来て、その、元からね、あんの、昨日のことどうでもいいんや、ロマンチュー。だってこっちは近いもん、すぐ、ね、新幹線で。我々は大連戦場のもちろん隊員 ね、この後ろに隊員1人、こっちに隊員1人、大抵そうだもんね、これ、あのね、よう皆さん、窓が、これはやめた方がいいですよ、今、よう、ライブで行ってくるからね、こういう場合はこっち側に行ってくる、そう、こっち側に行ってくる、あのね、そう、都市部に入ると、建物、射撃いるからさ、絶対隊員。絶対窓があれ新幹線と同じ、これが全部大切です。当たり前です。この仕事しようじゃなくて、大抵そんなもんやったけど、この大抵在留選挙に今回は忙しく間に合わなかったんで、大津全域で、大津で何年解体戦だから、ちょっと全然機能しないので、狭すぎる、こっちで行くと。一等も安くの乗り合いも狭すぎる、さすがに。ワンルそばにやらないとしてし、町でしょ、あれやらない。森山ね、もしかして免許センターね。免許センターね。この先にはね、これはバスが乗らないと、結構、湖岸沿いにあるんだ。
結構市街地にあるかなと思ったら結構遠方にあるね。市役所も同じやな。あそこは明石事件のね。それはもう泉市長知ってますよ。ああそうです。さあ知ってたんでしょ。1点1の3点1。聞いてんじゃん。おかい井戸さんも。おかい塚さんね。わざと混乱したよ。さあ当たり前寝てたから本人も。ね、もう時計見て、はい、時計があったね、なんはい、予定通り、はい、こんな、演出したんやさ、花粉症やんかい、でも、どうしたんや、軍が出動したんや、吉本興業に要請したんや、混乱したんや、混乱したんや、ね、なんとか消火したんや、間違って、消火作業してんや、火の手があったんだな。ね、揚陸艦で上陸ね、物資も、ね、ポンポンポン、ね、あれ、降下作戦しまいな、ああ、下ろしたんや、物資ね、ああ市街地に入れんかったからな、したんや、舞台やほんで、地上にいる消防軍の隊員だけどな、合図してん、あの、今やペンライトみたいな、あれやん、あの、交通か、様子か、あれ、ああ合図したんや、みんなで、ね、手紙だってああ、うん、よし、武士、東海だ、うん、12時間後に、武士、ああ舞台だし、ね、被害も最初、ねああ、要は火災が原因だってさあ、ああこの冬、建物がね、被害だ、火災やったんや、意外やな、本当に。もうね、今、高速道路ね、残念だけどね、あまりな。逆あの住宅地ね、まあ、あまり高速河川上に建てたらなんなったんや、まあ、ダメになってきたんや それは静岡府震災と同じように探し寸断されたんやろなそういうことねそういうことやなそれとね私も思ったそう意外と都市もうね狭いんやけどそう意外と南草津とか交通の面が悪いのさ、びっくりやな、意外やったさ、今日大津に行ったけど、ちょっと見逃す大丈夫に圧に感じに行ったな、今、法務省、こっぴどくじゃないんだよな、な、法務省、自業自得やわ、お前らの参加の法務省、とんだつさんなことしてたから、警察庁、お前らの参加の市、とんでもないよ、最初は国家公務員化せんとくで、強く、ね、会議。最初はセーフ。国家のやり合った最初はセーフ。国家と地方をやめて公務員にせえ。どうせね、この下をね、自衛隊と海をね、消防とね、公安庁だったんで、これ、秘書ね、秘書の職員。ね、道路、あの国土交通省ね、まあ、道路か。特別職員、国家公務員、労働基本権あったよ。これでよかったよ、労働基本権あった。各世界で好きな人さんね、やっぱりをして、今日はね、私、消防軍の中級、消防庁の中級兵装です、そう、階級もこれ乗ってるんでな、そう、最終階級ね。一応、私、待機予備なので、もう退役予備で、今、私ですら16歳から入隊して、さ昇進できたんですよ、昇進したんですよ、ここまで結構、昇進したんですよ。ありがとうございます。まあ公式に退役で、まあ、まあ、防衛手帳と消防手帳、これが身分証明書で、私の隊員番号と、ね、名前が載ってる、ね、本名ね。さすがにこれはテレビの風が関東世界を愛用してるんで、申し訳ないけどちょっとすみませんモザイク。まあまだまだですね。ね、そうし。紙貼って、相反貼ってん、すいません、番号も見せられないですよ、これが見本ですって、すいません、サンプルって書いてある、これで、ね、紹介して、すいません、ちょっと、なん、退院金王とお呼び、すいません、ね、当然、軍手、戻って、ちょっとすいません、っていう前提で言いました。うん、今日はね、藤井雄二さんが、この管理、山梨の職員判断で苦戦してたら、うん、すぐに防衛、自衛隊をね、防衛出動できるか、治安出動できるか。治安出動やったら銃火撃、爆撃とか砲撃するには防衛出動が必要ね。
相当これ慎重なんや。ああ最初からね阪神淡路大震災ね治安出動を使えばどうせ治安維持当たらんとなるから一時的にね1ヶ月近く、ね、避難場所の治安維持当たらんからね常駐化すべきやって。でもあれこんでも対策ね、これは新山大津波で生かした、さあ、軍を配置した、これは最初からね、11、23、練習に遊びよ、芸能事務所と音楽事務所、あこいつら言うんだよ、さあ、ああお前らに対する圧力、津波爆弾ねえな、新山を壊滅させたみたいな、今度したらな、それぞれ大津波で壊滅させる、圧力かけたんや。圧力をかけないもう脅しではないって、お前らに対しては軍事圧力やんですよ、制裁かけると今後内陸部だからってし、合わせんじゃないね、それはね、さあここでも起こせるんだよね、自分ちが、まあ、大体みんな自然災害、まあ、こいつはビビったよ、キープレコードのバーニング、こいつはビビったよ、相当、まあ、脅しじゃない、本当はジャスラックのな役員だ、ビビってお前らに対する圧力、お前ら不正な通報テロやってるよ、それな、あ、そっか、苦情が来てるぞ、お前らの権利ちょっと言ってんの、あ、言ってやって、これ以上テロ、それと高断者商品停売先、あれはどういうことだ、ボコチ、あれは大事だぞ、お前ら高断者乗っ取るためにやんなって、ユレコード、お前ら知ってるぞ、ほんと凶暴して乗っ取る気か、これは許さんぞ、37の件も言及した、こいつをクビにしないと今後しないで、ね、港と文京、港と文京両地域で防衛進駐ね、その短寿面会軍事介入するって言ったよ、戦争だって言ったよ、戦争するぞって言ったよ、お前ら後ろに極右団体が数百万の極右や、そんなことしたら戦争やぞ、お前らに対して対テロ戦争、いや対テロ戦争だ、それもね、それは圧力だ、それと主にね、宮津大統領は共謀者に来てるぞ、こんな日本全国のバカな官僚、もしくは今みんな官僚、共謀者に来てるぞ、あの37の、ね、負の力でダークホースでね、西を弾圧してるんですよ、さあ、これ以上すると、対テロ戦争するぞ、この全面戦争って言って、軍事的冷戦って言って、全面戦争するって言ったよ、強行路線取ったよ、そうでしょ、フランス軍のフランスの軍と城の関係者がさ、将軍や帝国たちも言ってやっぱり知ってましたね、さあジャックね、なんで小泉さんとねあれをあんまり攻めなかったさ、小泉さんの事情知ってたからさ知ってたよ、あとでね、もし救済したらね、あとで請求書来るで、宿泊費とね、飛行機代と、あと治療代込みのね、50万ぐらい来るって言われて、そう、払わなかったらね、もう即裁判らしいね、もうここに書いてある、30日やられてればね、こちらもね、各地の裁判所に、即訴追します、ね、ああ、本当にこれ、なるで、ああいうことじゃないや、本当に来るで。思うに決まってるやん、ここに、ね、丸々地帯の名前のそんな特別到達が来てこれでなるね、そういうことでした、まあ、そろそろ混乱するんで失礼します。